人対阪神、この一戦をお送りいたします。この放送の解説は田尾康之さん、黒木智弘さん、以上この二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしていつもコメントを届けてくれるのがこの二人。はい、こんばんは。我々二人で旬な情報をベンチ裏からスタンドからお伝えいたします。頑張ります。はい、今日もリポートよろしくお願いします。さあ、まもなくプレイボールです。今日の先発ピッチャー、東がタイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。アレックス・ラミレス、ショート・坂本。1回の表、タイガースの攻撃。この回の先頭バッター、マートン。今日の第1球、初球スライダーで入りました。タイガース、今日はどんな展開になるのでしょうか。今度はストレートを持ってきました。さあ3球目、変化球は入りません。バッティングカウントからの4球目、外の変化球、打ちました。ノーアウトからランナーを出します。レフトへのヒットが出ました。さあ、そして2番に回ります。平野、さあバントした。取って一塁送球、送りバントが成功しています。さあ、いい形に持ってきました。鳥谷先生のチャンス、期待に応えるでしょうか。初球高めに来ました。ここは外してきました。2球目はどう攻める。空振りになります。これは変化しました。これで追い込みました。変化球を打っていった。しかしファウルになります。下がる下がる下がる、鋭い当たり、下がった下がった。取ってこれでツーアウト。センターフライに終わりました。アウトが2つになって次のバッターになります。新井、もちろんランナーを返せば先制ということになります。初球から際どいコース、どう攻めるのか。さあ、アウトコースはどうか。外へ2つ続けました。
外のボールは今のはファウルになります。さあ4球目、バッター見送りました。高めを打ちました。セカンドの前、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の表が終了、タイガース0点で攻撃を終了しました。ピッチャー岩田、キャッチャージョージ。代わって守りますタイガースの先発ピッチャー岩田、ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃、対しますこの回の先頭坂本、バッターボックスに入ります。外めのボールから来ました。次の2球目、変化球できました。これはストレート、バッティングカウントになった。これは大きく変化しました。次が5球目、また変化球、タオさん、ちょっと際どかったんじゃないですか。際どいですけどね。フォアボールのランナーを出しました。そして次の2番松本、最初は外のボール、フォアボールでランナーを出しています。低めのボール打った、センターへの打球になりました。これでワンアウト、センターフライに倒れました。ワンアウトになって次のバッターになります、小笠原。痛烈な当たり、ファーストランナーは二塁に止まります。ライトへヒットを打ちました。打順が変わります。ラミレス、初回からリードを取っていけるでしょうか。最初のボールは、初球は手を出しません。ここは外してきました。ここは見ます。ストレートできました。バッティングカウントになったが、外、今のは思わず見送りました。さあ何を見せるか、外、外れてボール。黒木さん、
ここは当然ゲッツーを狙ってきますよね。まあゴロを打たせたいんだと思います。なるほど、ゲッツーを意識しての投球でしょうね。やはり併殺が欲しいんでしょうね。はい、狙い通りとなるんでしょうか。痛烈、これもいい当たりだ。入るか入るか、入ったか。会心の当たり、ポンプ車のタイミングで捉えた打球はものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。今ホームイン3対0。選手全員が出迎えます。3点先制、初回から優位に立っていきます。次のバッターに変わります。高橋由伸。これも強い当たりだ。初回からいきなりホームランを打たれています。2球目です。ここは大きな変化球を見せました。スライダーで追い込んでいます。あ、山口さん。はい、ジャイアンツサイドです。どうぞ。今のホームランについて。低めを打って取ってツーアウト、セカンドフライに終わりました。バッター阿部。どこに入れてくるか。その初球は外のボール、ストライクゾーンをいっぱいに攻めています。初回いきなりの失点を許しています。バッターよく見ました。3対0、ジャイアンツがリードしています。3球目、変化球で続けました。これはボールです。外を丁寧に攻めています。さあフルカウントになった。当てただけのバッティング、取ってこれで3アウト。いやー、黒木さん、痛い失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。2回の表、タイガースの攻撃、トップバッター金本。最初の1球は何か。背番号6。最初はインコースから来ました。外れてボール。強い当たり、抑えた。強烈な打球でしたがセカンドゴロです。これになります。セカンドゴロ。6番ブラジル、最初のバッター。まずは見送りました。
2球目はどうか。横へ曲げてきました。3球目はどうする。内へのボール打った。一二塁間です。一塁に送ります。アウト。ファーストゴロに終わりました。次のバッターに変わります。城島。まずはボールから入りました。バッテリー1球外してきました。外へ変化球持ってきました。変化球ラインの外、今のはファウルです。強い当たり。この豪快なホームランです。ホームランです。ホームラン。痛烈な打球でした。城島東京ドームに見事な弧を描きました。2回の表、両チーム2本目のホームランが飛び出しました。今ホームイン、3対1。1点を返します。追い上げます。ただいまのホームランリプレイが出ます。これで2点差縮まりました。そして次の8番俊介打席に入ります。背番号7。何を投げてくるか。初球は低いボール。ボールを追っていきます。ストレート左に持っていきました。打ったバッターは二塁へ向かいます。ショート中継するが、バッターランナーはゆっくりと二塁へ。レフトへのツーベースヒット。岩田今日の第一打席に入りました。第1球はどうか。最初はストレートから持ってきました。2球目はどう攻める。まっすぐ持ってきました。果たして3球勝負するのか。あっと空振り三振。スリーアウトチェンジ。これが1つ目の三振になります。さあジャイアンツ次の攻撃は下位打線からとなります。2回の裏ジャイアンツの攻撃。対するこの回の先頭長野バッターボックスに入ります。まずは外から来ました。ここは外してきました。どう攻めるのか。見送ります。変化球
次の配球は痛烈、あっと強烈な当たり、豪快に放り込んだ、ホームラン。この一発にライトスタンドが沸きます。満員の東京ドーム、あっという間にレフトスタンドに届きました。今ホームイン、4対1、1点を追加、その差は3点になりました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。前半戦から優位に進めていこうとしています。そしてバッターは8番、脇谷。セカンド脇谷、背番号23。低めのボール打って低い当たりになった。ピッチャーに回ります。トーン打席に入ります。ピッチャー東野、背番号17。変化球打ってセカンドへの打球、一塁へ、アウト。セカンドゴロに終わりました。これで打者一巡となります。坂本、初球は手を出しません。一球外しました。打った、高いバウンドになりました。抑えた、一塁に送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあタイガース、次の攻撃は打順よく1番から始まります。オンエア中です。ラジオをお持ちの方は3回の表、タイガースの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。マートン、バッターボックスに入ります。第1球は最初はストレートから来ました。微妙なところを攻めてきます。入れてきました。鋭い打球、しかしファウルボールです。次が4球目、外のボール球打っていった、またファウルボール。これはボールになります。さあどういくか、スライダーを持ってきました。変化球は外、粘ってフォアボール。ここはピッチャー根負けしました。そしてバッターは2番、平野、バッターボックスに入ります。まずは初球見送りました。
のはボールになります。さあ3球目インコースストライク。フォアボールのランナーを許しています。この球はストレート外れました。この誘いには乗りません。次が5球目横へ曲げてきました。貴重なランナー、ここは大事に攻めていきたい。いやー、何か仕掛けてくるんじゃないですか。面白いとこですね。ベンチは何か思惑があるんでしょうか。次のバッターとなります鳥谷、ランナーを返したいこのバッターボックスになります。まずは見送りました。これは入っていました。厳しいところに決まりました。ここで2つのフォアボールを出しています。アウトコースはこれは外れた。低めのストライク。さあ何を見せるか。外のボール。勝負に出る。よく見ました。チャンスメイクしていきます。まあでもフォアボールのランナーは得点に結びつくことが多いですからね。はい、よく聞きますが、やはりチームとしての緩みなんでしょうか。そして4番バッター登場です。新井、その注目のバッターボックスです。田尾さん、いい形で打線がつながりましたね。こういうつながりでチャンスを作れると得点に絡みやすいですからね。はい、ここは得点までいきたい。まずは簡単にストライクが来ました。フォアボール3つで満塁としています。あ、外のボール球を打ってセカンドランナーは三塁ストップ止まりました。サードランナー今ホームイン。4対2ライトへのタイムリーヒット。そして5番バッターに変わります金本、その注目のバッターボックスです。何を投げてくるか。内へ、最初は低めの球。さあファーストランナー帰ると逆転という場面です。バットに当たりません。2球ともインコースを攻めています。様子を見ていった。今のはボールになります。
次の4球目、高めのインコース、最後三振を取ったのはストレートでした。そして6番ブラゼル、その注目のバッターボックスです。カオさん、一発がある期待のできるバッターに回ってきました。ここはホームランも期待できますからね。ですよね。打って三遊間はどうだ、二塁へ送ります。二塁はフォースアウト、三塁ランナー今ホームイン、セーフ。一塁はセーフ、ダブルプレーになりません。ここはゲッツー取りたかったですよね。ここでゲッツー取れなかったのは響きますよ。ですよね。まだランナー背負ってのピッチングが続きます。そして7番城島、その注目のバッターボックスです。カオさん、チャンスですからなんとかつなげたいですよね。まあしっかりつないでトップまで行きたいですけどね。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。高め、まず内に入れてきました。次のボールはインコース、低めのストライク、1球2球とインコースへ投げました。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。ストレートできました。ワンボールツーストライク、ここは追い込んでいます。同点のランナーが3塁、そして1塁、変化しました。低い打球になりました。これはセンターの前に落ちます。ボールは中継のショートへ。サードランナーがホームベースを踏みました。4対4、追いつきました。タイガース追いつきました。そして次の8番俊介、ランナー帰れば勝ち越しとなります。どこから行く、まずは初球見送りました。スライダー、スライダー。4対4、この回同点に追いついてきました。フォークできました。この回追いつかれています。次が5球目、あっとスイングアウト、三振、スリーアウトチェンジ。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。いやー、黒木さん、この回思い通りの投球ができませんでしたね。あまりにも簡単に流れを作らせてしまう、反撃のチャンスもなくなってきますよ。そうですよね。こういう投球は野手のリズムにも影響するでしょうしね。3回の裏、ジャイアンツの攻撃、打順は2番から始まります。松本、バッターボックスに入ります。どこから狙うか、初球から入れてきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。次の2球目、今度も変化球できました。
どく攻めるのか。三球三振空振り。ボール球に思わず手を出してしまいました。そして次の3番小笠原、初球ストライクを取りました。アウトコース、外への変化球外れました。ここは1球外します。さあ4球目、外のボール、外のボール打ちました。取りました。一塁へ。これはアウトになります。ここは慎重に行かなければなりません。先ほどのホームランの配球です。初球振りません。2球目です。今のはバッターに当たりそうなボールでした。外れています。外れます。この球は外れています。さあ何を見せるか。このボールはファーボールです。ここでファーボールを与えました。そして次の5番高橋由伸打席に入ります。まずは変化球、2アウトランナーなしからフォアボールを出しています。決まった。外いっぱい。低めのボール打った。低い当たりになった。取りました。これで3アウトチェンジ。3回を終了。ジャイアンツ無得点に終わっています。4回の表タイガースの攻撃、の先頭のバッター岩田バッターボックスに入ります。9番ピッチャー岩田、初球インコース、4対4振り出しに戻りました。カーブできました。3球目、ツーを切ります。ストレートでツーストライク目を取りました。
次が4球目。外れました、高めの球。次が5球目。これはボール。あ、ボール3まで来ましたよ。ですよね。打っていった、三遊間です。一塁送球、一塁アウト、アウトです。ショートゴロに終わっています。打順がトップに帰ってきます。マートン、バッターボックスに入ります。最初のボール外れました。ここは外してきました。どう攻めるのか。村本、3球目はどうする。おお、これは見送ってボール。ボール3にしています。黒木さん、ここは歩かせたくないでしょうね。ちょっと入らないですよね。次が4球目。膝元への変化球、コーナーいっぱいにコントロールします。さあ何を見せるか。ここはよく選んできました。フォアボールで一塁に歩きます。まあこれヒットと同じくらいの価値がありますね。よく見極めましたよ。そうですね、ヒットよりもダメージを与えたかもしれませんね。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。低めのボール打って取った。あっ、ファーストランナーが飛び出している。一塁はセーフです。打順が変わります。鳥谷、どこに入れてくるんでしょうか。まずは見送りました。外、これはボール。メインコース、まっすぐを打って一二塁間へ、取って一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトチェンジ。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。4回の裏、ジャイアンツの攻撃。対します、この回の先頭阿部。6番キャッチャー阿部。第1球、初球簡単にストライクを取ります。2球目はどう攻める。高めの球、
抑えた。一塁へ。アウト。ファーストゴロに終わっています。ここは慎重に行かなければなりません。先ほどのホームランの配球です。初球は変化球当たりません。次のボールはここはストレート。これは変化球。バッティングカウントになった。変化球が低めに外れます。次が5球目。大きく外れてフォアボールとなります。フォアボールのランナーを許します。ボールのばらつきありますけど、要所要所でいい球が来ますね。コントロールが適度に乱れているという今日のピッチングです。そうですね。それが打者に的をしつない、いい方向に向かっています。まずは変化球から入りました。フォアボールでランナーを出しています。これも変化球でした。ストレートを持ってきました。この球は入りません。古田さん、低めを意識した投球ですが、いかがでしょうか。今、ゲッツー狙いの配球になってますよね。なるほど。当然、ゲッツーは意識しているでしょうね。やはり併殺が欲しいんでしょうね。ファーストランナー、スタートを切った。スイングアウト三振。タッチアウト。スリーアウトチェンジ。さて、試合は同点のまま5回に入っていきます。5回の表、タイガースの攻撃。バッター、新井。タイガースの攻撃は4番、サード、新井。第1球は、さあ、いい当たりだ。ああ、ボールの左に切れていきました。4対4、同点のまま変わりありません。バットに当たりません。これで追い込みました。この回も慎重に行きたいところ。キャッチャーの要求はストレート。低い打球になりました。セカンドライナーに倒れました。ワンアウトになった今の場面、しかし疲れという点ではどうなんでしょうか。古田さん、ここはこのまま行かせますね。まあ交代もある場面なんですけど、次の打席が回るっていうことなんでしょうね。なるほど。変えるとすればこの後の打席ですよね。ええ、そうですね。スタミナ的にも厳しくなってきましたが、なんとか投げ切ってもらいたいものです。そしてバッターは5番金本、打席に入ります。インコース打ちました。ファーストへの打球、一塁へ送ります。アウト。ファーストゴロに倒れました。そしてバッターは6番ブラジル、打席に入ります。まずは初球見送りました。1球外しました。次の2球目、このストレートは入りません。続けてボールになりました。
これはストライク。外へ。三振、スリーアウトチェンジ。これが今の三振です。さあジャイアンツ、この後の攻撃はピッチャーから始まります。タオさん、帰ってきましたね。帰ってきましたね。まずは見送りました。2球目です。前に打球上がった。前進前進。取った。取っています。ライトフライに終わりました。バッター坂本、打席に入ります。初球は手を出しません。次のボールは内へ、高めに変化しました。ここは追い込んでいます。果たして3球勝負するのか。これは入りません。バッテリー1球外してきました。打球はピッチャーの横、抑えた。一塁へ、アウト。ピッチャーゴロに終わりました。そして次の2番松本、バッターボックスに入ります。第1球はどうか。まずは変化球、空振りになります。2球目はどうか。これはボールです。次が3球目。外への変化球、ストライクになります。さあ何を見せるか。ラットスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。ゲームは5回まで終了しています。ジャイアンツ初めて3人で攻撃を終了しています。ジャイアンツここで2番手ピッチャーを送ります。久保同点という場面、マウンドに上がります。しっかり抑えてくるんでしょうか。東京ドームは6回の表タイガースの攻撃、この回は7番から始まります。城島、7番キャッチャー城島。第1球、
まず外から入りました。4対4、同点のまま試合は進んでいます。2球目はどうでしょう。追っていきます。高々と上がった。落ちるか、どうだ。追っていく、追っていく。破った、破りました。センターの頭の上、中継のセカンドへ、ツーベースヒット。さあ、ヒットが出ると勝ち越しのチャンス、タイガース。ここで代打を告げました。タイガースベンチはここで勝負に出ました。まあ、ここは勝負と見ましたかね。ここで動きがあるかもしれませんね。第1球はどうか。まず低めに持ってきました。ここは見送ります。これで追い込みました。強い当たり、取った。一塁送球、アウト。一塁はアウト。ショートゴロに倒れました。タオさん、これは打球の方向が悪かったですかね。狙いとしては右方向ですよ。そうですよね。右に持っていければ確実にランナーを進められますからね。なるほど。さあ、勝ち越しのチャンス、タイガース。さらに代打を告げました。タイガースベンチはここで勝負に出ました。動きましたね。ここは勝負どころですからね。レフトに持っていきました。前進、前進します。取りました。これで2アウト。レフトフライに終わりました。自分のバッティングをすればいいですよ。結果としてタイムリーになりますからね。そうですね。特別なバッティングをしても結果に結びつきにくいですよね。自然体で勝負することが大事ですよ。後ろに下がった、下がった。鋭い打球、初球捉えました。落ちた、カムカと破りました。打ったバッター一塁受けた。ボールをつないでいく、ツーベースヒット。今セカンドランナーホームイン。攻めの主導権を取れるかどうかは次の1点を取ることですね。得点圏のランナーを続いて迎え入れることができるのか。次の1点は試合を左右する1点ですよ。いい場面で打席が回ってきました。平野、その注目のバッターボックスです。最初はボール。どう攻めるのか。変化球、インコースに来ました。この回勝ち越しを許しています。この打球はどうなる。取って、これで3アウト。チームの勢いが出てきました。守備もテンポよくいきたいところです。そうそう、攻撃と守りのテンポ、これが大切なんですよ。では勝ち越したこの後は3人で締めたいですね。タイガース2番手のピッチャーを出してきます。渡辺、1点リードの場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。6回の裏、ジャイアンツの攻撃。この回クリーンナップから攻撃となります。小笠原、第1球です。最初のボールを決めました。内へのボールはわずかに外れた。内へのボール球、空振りです。追い込みました。147キロです。
さあ4球目。やっと鋭い打球だ。取って一塁に送ります。これはアウトです。ファーストゴロに終わっています。そして次の4番ラミレス打席に入ります。初球はどうでしょうか。初球ボール。2球目外れています。外へ2球持っていきました。3球目ここでストライクを取ります。レフトの頭上を越えてきそうだ。またホームランが出ました。この東京ドーム一瞬のうちにレフトスタンドに吸い込まれました。6回の裏同点のホームランが出ています。その差はこのホームランでなくなります。そして同点のホームイン5対5。いやー田尾さん素晴らしいホームランが飛び出しました。それにしてもねいいバッティングしましたよ。ここはバッターの技術の方が一枚上手だったわけですね。まああれを打たれたらしょうがないピッチャーいや監督も思ってるんじゃないですか。打たれたピッチャーも気の毒になるような当たりでした。1点返します。点を取られたらすぐに取り返します。同点です。そして次の5番高橋義信打席に入ります。最初は外に持ってきました。ここは外してきました。山口さん、山口さん、はい、一塁側のリポートです。はい、どうぞ。今のホームランについて話を聞いてきました。打ったのは多分シュート、うまく合わせて打てましたということでした。一塁側のコメントを届けてくれました。変化球外れました。スライダー3球とも外に来ました。ホームランによる得点を許しています。低いボールショートです。取りました。一塁へ送ります。アウトです。そして次の6番阿部。最初は内から入りました。この回同点を許しています。インコース打った。打球はファーストへ。抑えた。一塁アウトで3アウトチェンジです。いやー黒木さん振り出しに戻ってしまいました。素晴らしい球持ってるんですけどね、一球で攻めの気持ちが守りに入ってしまう、そんな瞬間でしたね。なるほどそうでしょうね。7回の表タイガースの攻撃、打順はクリーンナップから始まります。鳥谷バッターボックスに入ります。第1球はどうか。初球ヒッティング、低い打球はひまりました。5対5全同点。これはスローカー。落ちるボール打ってショートへの当たり、一塁送球アウト、一塁アウト、ショートゴロに終わっています。
試合前の練習ではいい当たり出てましたからね。実にタイミングよく右左に打ち分けて練習をしていた試合前です。いや結局ね、試合前の打撃練習をおろそかにする選手はダメですよ。どこから攻めるか。最初はフォークから入りました。2球目です。綺麗に落ちました。次が5球目。あっと強い当たり、ボールを追っていきます。ここでランナーを出しました。あっとセカンドを狙ったぞ。タッチした、アウトになりました。2アウトになりました。次のバッターに変わります。金本、打席に入ります。初球から落としてきました。2球目はどうか。インコースへ外れています。低いボール、低めが3つ続きました。見送ります。古木さん、低め低めと攻めてきますね。そうですよね、低め低めで来てますから、打たせて取りたいんだと思いますよ。かなり低めを意識してますよね。まあゴロを打たせたいんだと思います。はい、ここまでは低め中心に投げています。これも強烈な打球、取りました。一塁へ。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さあジャイアンツ、この後下位打線から始まります。声と気持ちを合わせて歌いましょう。7回の裏、ジャイアンツの攻撃。トップバッター、長野。初球振りません。2球目はどうでしょう。これはボール。バッターに対してボール2つ続きました。3球目はどうする。外。バッティングカウントになったが、打ちました。ショートです。取って一塁送球、アウト。ショートゴロに倒れました。タオさん、代打ですね。帰ってきましたね。何を投げてくるか。
初球から入れてきました。2球目、高めのボール球、手を出した。ヒットになった。采配的中。バッターランナーはストップ。一塁に止まります。タオさん、帰ってきましたね。帰ってきましたね。バッターは工藤、背番号0。どう組み立ててくるか。初球わずかに外れてボール。入りました。インコース、次が4球目、右へ。低めを打って 1,2 塁間です。ヒットになる。ヒットでつなぎました。期待に応えたいこの場面、坂本、その注目のバッターボックスです。第1球、まずはストライク。ゾーンいっぱいに投げ込みます。変化球、次が3球目、低めの球は上がりました。さあ何を見せるか。右中間へ持っていった。バッターランナーは二塁を狙った。セカンドランナー三塁を蹴った。ボールが返ってくる。ツーベースヒット。セカンドランナー今ホームインした。少し単調な攻めだったのかな。バッテリーにもう少し工夫が必要でしたね。そうですね、ボールの入りからきっちり手を抜かないことですね。代打ですね。変えてきましたね。アウトコース打って、6対5、ジャイアンツがリードしています。この回勝ち越しを許しています。この球は外れています。ここは外してきました。打った。一二塁間へ。今のでこの回4本目。三塁ランナーが今ホームイン。がっくりするとこじゃないですよ。まだいける。大丈夫。そうですね、ここで落ち込んでいてはいけませんね。ピッチャーほどぐらおの気持ちを強く持たないといけませんね。さあランナーを置いての登板、準備は万端でしょうか。代わりっぱのタイムリーなんて多いですから、
慎重にいかないと。得点圏のランナーをホームに返さないことが重要な任務です。ホームランが欲しい場面での登場です。船澤ランその注目のバッターボックスです。カオさん、このバッターには一発がありますからね。この場面でね、どういうバッティングするかが問題なんですけども、ホームランは当然狙いたいでしょうけども、大振りしていくか、ミート中心にセンター方向に打っていくか、どっちを選択するかなんですよね。ですよね。まずは初球ストライク、149キロです。この回勝ち越しを許しています。カットボール。中継に入る。さあランナー今ホームイン。さあここは集中しないと。ランナーよりもね、打者ですよ。あのマウンドで集中力を発揮するのは並大抵じゃないですよね。そりゃそうですけど、それが仕事ですから。いい場面で打席が回ってきました。ラミレス、その注目のバッターボックスです。初球はどうでしょうか。高い打球になりました。取って、これでツーアウト。レフトフライに倒れました。ファンの期待にどうしても応えたい高橋、その注目のバッターボックスです。最初のボールは外めのボールから来ました。微妙なところを攻めてきます。この回勝ち越しを許しています。外の球、これは入りました。いや黒木さん、ナイスボールですよね。いいところにまっすぐが来ましたよね。何かこう気持ちが前に出ているようなボールでしたよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあ次も力勝負を挑んでくるのか。このバッターでこの回8人目となります。低めのボール打った、抑えた。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ファンの歓声を浴びながら気持ちよく守備につきます。そうですね、本当この瞬間が気持ちいいんですよ。少し照れくさいという選手もいますよね。ジャイアンツ、ここで3番手ピッチャーに変えます。オチ、3点リードの場面で登板となりました。大子打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。8回の表、タイガースの攻撃。トップバッター、久保田出塁してチャンスのきっかけを作りたい場面です。ピッチャー、久保田。6番ピッチャー、久保田。背番号初球見送っていきます。ここは外してきました。低いボール。これはボールになります。バッティングカウントになった。今のはボールになります。ここは落とします。チルボール打った。ファウルです。インコース打ってファウルボール。ストレート打ってサードへの打球、一塁に送ります。一塁はアウト。サードゴロに終わりました。さあここは豪快な一発期待したいですね。そうですよね、力は有り余ってますよ。さあスタンドの盛り上がりに応えてほしい。
そうですね、今日の状態はかなりいいと思いますよ。ということはかなりの期待が持てそうです。初球は手を出しません。ここは外してきました。次はストレートできました。勢いのあるストレート、ボールの球に手を出しました。さあここでスリーベースヒットが出るとサイクルヒットということになります。カーブできました。思いっきり落としてきました。さあフルカウント第6球。ああフォアボール。ここは歩かせました。次のバッターとなります桜井。打球はセカンドへ、取りました。二塁フォースアウト。セカンドゴロに終わっています。アウトが一つ増えて次のバッターです。関本バッターボックスに入ります。第1球はどうか。最初はフォークから入りました。2球目はどう攻める。ストレートできました。ボール球に思わずバットが出ました。キャッチャーのサインは、あっと当てるのが精一杯。取りました。これで3アウトチェンジ。接戦が続きます。いやどっちのチームも穴がないですね。展開を読むのが難しい試合ですね。8回の裏終了時から8回の裏ジャイアンツの攻撃。対するこの回の先頭阿部。どう組み立ててくるか。強い当たり、どうだと言わんばかりの打球でした。ホームラン、ホームランです。ここで一発が出ました。満員の東京ドームバックスクリーンに吸い込まれました。今ホームイン9対5、1点追加、4点差に広がりました。ただいまのホームランリプレイが出ます。すでにゲームは終盤。この点差があれば勝利はほぼ間違いないでしょう。打順が変わります。谷。初球変化球空振りです。いきなり先頭バッターにホームランを打たれています。空振りになります。直球で追い込みました。得点差は4点、ジャイアンツがリードしています。低め打ちました。低い当たりになった。一塁送球、これはアウトです。セカンドゴロに終わりました。次のバッターに変わります。古木。
最初のボールはまずはボールから入りました。ここは外してきました。どう攻めるのか。当てただけのバッティング、ちょっと上がった。ショートフライに終わりました。打順が変わります。工藤バッターボックスに入ります。第1球です。まっすぐを打って多いところに手が出ました。次のボールは外角高めのストライク。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いいボールが来ましたね。そうですよね、気迫のようなものを感じますよね。ボールが走ってますよ。さあ、ここからバッターをどう仕留めていくのでしょうか。外へ、三振、スリーアウトチェンジ。スイングアウトの三振のシーンです。さあタイガース4点を追いかけます。ジャイアンツここで4番手ピッチャーに変えます。山口、4点リードの展開ですがここで投入します。さあ、ストッパーと打線の対決、注目しましょう。9回の表、タイガースの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。マート、どうしても塁に出たい最終回のバッターボックスです。どこから行くか。初球から入れてきました。これは外れました。さあ3球目、空振りです。そしてバッターは2番キラン、打席に入ります。どこに出てくるんでしょうか。まずは変化球、空振りになります。2球目はどうでしょう。インコース外れてワンエンドワン。3球目、まっすぐできました。バッティングカウントになったが打っていった、低い打球になりました。一塁へ送ります。アウト、一塁アウト。ショートゴロに終わっています。バッター鳥谷、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。勝利まであと一人になった。最初はボール、
2球目はどう攻める。低めの球、センター後ろに下がります。センターへ、センター交代します。取りました。試合終了。この試合は9対5ジャイアンツの勝利となりました。試合終了でございます。ご覧いただきましたように本日の試合は9対5でジャイアンツが勝ちました。勝利投手久保、勝利投手久保、解説投手。今日のヒーローは1名です。それではこの試合の打撃成績をご紹介しましょう。3打数1安、四球1、打点1、なかなかの活躍を見せました。さあその活躍で見事勝利となりました。勝利投手賞が贈られます。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対阪神ご覧いただきました。この放送の解説は田尾靖さん、そして黒木智弘さんでお届けしました。楽しい解説をありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。